ようこそビキニタウンへ。普段は平和な海底の町、今日は小さな黄色い主人公を中心にとても恐ろしいことが町に降りかかろうとしています。とうとうこの日がやってきたな。ついにカーニバーガーの秘密のレシピを盗み出すための素晴らしい計画を思いついたぞ。そのせいでビキニタウンが破壊されても仕方のないことだな。俺様が発明したロボットコピー機3000でロボットクローンをたくさん作り出し、そして破壊と混乱をもたらしてやるぞ。最後にもう一度チェックリストを確認しておこう。確認その1、プランクトンは天才か。その通り。チェック完了。スイッチを起動するぞ。ようこそ俺様の忠実なるロボットたち。待てよ、記念写真を撮っておこうじゃないか。ん、おいおい、な、何のつもりだ。おいおいおい、待て待て、俺様がボスだぞ。海の親だ。やめろやめろ、俺様の食器が。うわー、今日もロボットとお馬さんのおもちゃで遊んで楽しかったね。うん、でもどっちがどっちだったかわからなくなるよね。もし本物のロボットで遊べたらすごくない？名前はロボジュニア、いやゾーロン、あとはフランキーだね。おもちゃのロボットには飽きてきたし、ねえ、ここにロボットを入れたりしたらどうかな。おお、それはすごく愉快だ。わわ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 、これはただの貝じゃないよ。願いが叶う魔法の貝なんだ。わあ、すごいねパトリック。まずはここにおもちゃのロボットを入れるんだ。オッケー。それから魔法の呪文を唱えて魔法の貝を振るんだ。オッケー。それで寝るんだ。朝になったら本物のロボットができてるはずさ。パトリック、まだ魔法の呪文を唱えてないと思うんだけど。もう唱えたじゃん。オーケーが魔法の呪文だったの？前はアラカザマ、アラバロ、ウィーズロー、ディンキー、タナ、フィッシュバーグ、グリドルビッツ、フォーワイナー、シュナウザーだったけど、いつも噛むんだ。うまくいくと思う？いくよ。先週すごくお腹が減ってる時に大きなクッキーのかけらが一つしかなかったから、それを魔法の貝に入れたんだ。それで魔法の呪文を唱えて振ったら、朝にはクッキーの小さなかけらがいっぱいあったんだ。パトリック、明日は間違いなく最高の一日になりそうだね。おやすみスパンジバブ。おやすみパトリック。そして次の日、ロボットと遊ぼう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 ロボット、わお。あー、ゲイリー、君がやったの？ああ、ゲイリー、大変なことになったみたいだね。この状況をどうにかするには、いろんなことを学ばないといけないみたいだ。